2月5日の第47回定期演奏会にて、新作の初演を予定しております坂田直樹さんにズーム越しにお話を伺うことになりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本のみならず国際的にご活躍で、特にこの2月は名古屋フィルでもピアノコンチェルトの新作があり、そしてギターの新作もあって、2月だけで、ね、日本だけでも3曲初演があるということですよね。そうです。他のですね、場所でのご活躍はともかくとしてですね、今日はとりあえずもうこの泉の新作のことだけでもたくさんお話があると思いますので、すぐその本題に入りたいと思いますけれども、新作、タイトルが、残像の器というふうになっておりまして、まずそのあたりからお話しいただけますでしょうか。タイトルの通り、残像現象が曲のテーマになってるんですけれども、夜に道を歩いていて、その車の光が目に入ってきた後に、何かその目にちょっと光が残るような、そういうことにすごく興味があったんですけれども、結構その昔からその視覚的な現象だったりを音楽に置き換えるというか、そこから着想を得て音楽のヒントにするってことが結構多かったので、例えばその今回「残像の器」っていうタイトルなんですけど、「アフターイメージズ」っていう、本当にこう残像っていう、そういうタイトルの曲もあったりするので、その今までの自分の興味が長く持ってたものがちょっと反映されたというとこはあります。で、具体的にその残像現象っていうのをどういうふうに作曲に持ち込んだかというと、例えばなんですけれども、何か楽器でドーンっていうアタックがあった後に、その音を他の楽器で何かエコーみたいなものだったり、その響きを残すみたいな感じで、実像と残像みたいな、そういうイメージでこうちょっと面白い音の連続を作れないかなっていうのは思って作ったとこはあります。残響っていうのとも違って、何か音が鳴った。で、その中で、残響は聞こえるかもしれないけれども、本当にそこに何かこう実際の擬似的な残響というか、そういうものをこう重ね合わせることによって、その残像の部分をより強調するようなオーケストレーションを施していると。ちなみにその残響っていうものと残像っていうものは具体的にどういうふうに違うというふうに思いますかね。例えばその作品の中で出てくる音っていうのが、ほとんど常に複数の楽器の組み合わせで一つの音が作られているという感じなんです。例えばピアノの音をポーンって弾いた時の、そのピアノの音がその伸びて残響になっているというよりかは、ピアノの音はスタッカートで短くて、そこにクラリネットだったり、トランペットだったり、何かしら他の楽器の響きが残響として残る、そういう工夫をたくさんしましたので、残像っていうものを残響の工夫として表現しようとしたところがあります。作品全体を通じて、まずはその繊細な、特殊奏法を主体とした響きっていう部分と、それから非常にその、テンポの速い感じのパッセージワークが続くような、そういう部分とですね、主にその2種類の音響様態があると、非常に大雑把に言ってしまうとそういうことになる。おっしゃる通りです。両者におけるその残像の意識の違いというのはどういうところに現れますか？どういうふうにしたらダイナミックな作品が作れるかなっていうのも考えたんですけれども、作品を構成するパレットっていうものをそのどんどん変えていくことでダイナミックな表現ができるんじゃないかなと思いまして、で、そのパレットを、例えばその、ノイズが主体になってるものだったり、で、その楽音が主体となっているものだったり、あるいはその楽音とノイズが混ざっているような、その過渡的な状況があったり、そのブレンド具合みたいなのを作品全体で変えていくことで、ダイナミックなものにならないかなっていうのはちょっと思いました。なので、快活なパッセージワークのような部分っていうのは、どちらかというとその楽音の方にパレットの中心がシフトしているような状況で、あとはもっともっとノイジーな部分もありますし、そういうコントラストだったりグラデーションで作品ができてるっていう、そういう発想があります。住友生命泉ホールという場所はですね、すごく響きが良いと、自画自賛しておりますけれども、そういった空間の中で実像に対して残像までこう処理されている、さらにそこに、実際の残響もきっとなるであろうというような、そういう空間、音響空間っていうものは、今実際ちょっと想像する、これからまだね、音出してませんけれども、ちなみにその泉シンフォニエッタ大阪って、
もう全てのリハーサルをホールでやるという非常に贅沢なリハーサルを行うんですが、その響きの様子っていうのはどんな風になるでしょうかね、これね。そうですね、非常にちょっとそこら辺が、まあ、楽しみなんですけれども、それこそやっぱり日本に帰ってきた時に思うのは、本当に響きがいいホールが多いなっていうのを思いますし、だから今回はその自分が、まあ、一時帰国した時の、まあ、楽しみとして、コンサートホールで今おっしゃったように贅沢な時間の使い方でリハを行って、それで本番を聞くことができるっていうのは本当にこう嬉しいことですね。で、まあ、付け加えると、実際自分の作品の初演を何回もこう聞けていないっていうのがたくさんあるんです。新型肺炎の、影響もあったりするので、まあ、ますますコンサートホールで音を聞くっていうのが自分にとって本当にこう大事なことなんですけれども、まあ、それをちょっと再認識するような貴重な機会として、そういう感触がちょっと最近はあります。いわゆる室内管弦楽の編成、まあ、一貫のですね、まあ、そういった編成で書いていただきました、はい、良い響きのホールであることを、まあ、そして、まあ、フル編成のオーケストラではないということを、まあ、生かしていただいたというのかな、まあ、まずその響きがとても、その先ほど言った特殊奏法を主体とした繊細な部分というのは、ものすごくそのまさに繊細な、非常に、微細な響きも含めたオーケストレーションになってますよね。これはでも多分このホールですと全部聞こえてくるじゃないかなっていうふうに思って拝見しております。そこはで逆に今度アクティブに動くところっていうのもたくさんこう層が厚く書かれちゃうと音楽しやすくなるかなと思うんですけれども、その点まあ今、まあ、残像がテーマであるところもあるからかと思いますけども、全てのですね書かれている音が明瞭に聞こえるような筆使いで書かれているというような印象を受けたんですけどね。オーケストレーションに関して、それこそその、まあ、一貫編成っていうことを今おっしゃったと思うんですけれども、ここ 2,3 年でそのまあ、2巻編成、3巻編成、それからその、去年メイフィルさんで4巻編成、まあ、比較的大きい規模の作曲をオーケストラですることができたの でこの1巻編成っていうのが、まあ、実は書くのがほぼ初めてなんです。でこれより小さいアンサンブルだったりそういうものはまあ、たくさん書いたことがあるんですけれども、なので、まあ、そのアンサンブルみたいなある種小回りが効くような感じで、まあ、ありますので、なんかこう今まで大きい編成の時は本当にドカーンっていう本当にこう迫力があるようなそういう表現を求めて作品を書いたところがあるんですけれども、今回はこの、まあ、1巻編成というサイズでその4巻の時とはまた違うその細かく耳が音に対してフォーカスできるっていうことをやっぱ考えて、それで作品の表現がこう繊細になっていったっていう、そういうのはあります。会場の響きに対してっていうので言ったら、まあ自分もやっぱりそのすごく期待してますので、まあどこまでディティールが聞こえてくるか楽しみです。全く話がそれますけど、坂田さんは今すごくこうけん玉に来られてますよね。まあその話なんのかなと今思ったんですけど、はい。それはなんかこう創作活動に関係する部分があるんですかね。まあ、作曲に何か還元されているものがあるかといったら、まあ、直接はないと思うんですけれども、ずっとその在宅で引きこもって作曲をしているような生活なので、まあ、意識的にちょっと体を動かすっていうことを前からやってたんですけれども、まあ、例えばスポーツジムに行ってマシンを使ったりしてたんですけれども、コロナのその蔓延でちょっと一時期スポーツジムにまあ行けなくなってしまって、なんとなくその、まあ、けん玉に触れる機会があったんですね。でこれいいんじゃないかなと思って、っていうのはあれすんごいスクワットなんですよ。もうとんでもないスクワットなんですね。でちょっともう一つすぐできちゃうんですよね。もうパッて逃げたらできちゃうんで、スポーツジムに行く時とかってこう着替えたりとか、雨降ってたらちょっとめんどくさいなってなるんですけど、それがないんですよね。なのでなんか気がついたら続いていて、まあ今も楽しんでるんですけれども、でそれで言うとまあみんなにけん玉で曲書かないのっていうのをちょっと言われてるんで、まあそのうち書くかもしれないですね。けん玉教授曲。はい、はい、それはまあまあそういう直接的に使う使わないってことあるかもしれないけど、そのもし創作に関係があるとすれば何ですかね。それは何回やってもできないとか、何日やってもできないとか、
で頭で考えてもできないっていう技が結構あったんですけれども、それがある時になんか体が覚えて振ってできるようになるっていう、そういう瞬間が結構楽しかったんですけども、なんかこう具体的にそので作曲で言うと、頭でごちゃごちゃ考えてもまとまらなかったものがふっとこう何かある瞬間に直感とかでまとまる瞬間がまああると思うんですけれども、なんかそれに似てるようなものを感じたりして、やっぱ体ってその自分の頭より賢いところがあるのかなとか、そういう気づきみたいなのがちょっとあったりして、そうですね、そういうところではなんかこう自分のクリエイティビティみたいなのを振り返ったりするきっかけにはなります。今のお話でちょっと分かるのは、普段作曲なさっててもこうひらめきとか割とそういうことが大切なタイプってことですよね、うん、そうですね、はい、やっぱりこう音響のイメージとかその先どう進めるべきかみたいなことに対するこうある種のこう直感力というか、そういうものが像を結ぶと、あ、これだってなって作品が形を成すみたいな。そうですね、はい。じゃあ割とインスピレーションに支えられてると言っていいですか。今まで培ったようなもので、もちろんそうやってガーって書いていくようなところもあるんですけれども、さっきの直感だったりイメージの話でいうと、それが弱いとやっぱりちょっとなんか音のパズルみたいになるような気がして、インスピレーションとか直感がなくてもおそらくは音符自体は自分は並べることができるし、そうやってる瞬間もあると思うんですね。ただやっぱりそれだけでは根本的なその音楽の魅力が欠けてしまうようなことがあるんじゃないかなと考えながら作曲しているところはあります。作曲家には特に現代の作曲家にはいろんなタイプがいて、例えば音列表を作ったりとか、うん、まあ、音響の種類をいくつか準備しておいたりとか、うん、まあ、いわゆるこう事前にかなりこう自分の作品をめぐる理論的な後ろ盾というんですかね、そういったことをしてから望むタイプの人って結構いますよね。例えば今回残像っていうキーワードがあったので、それをもとに音における残像の表現ってどういう感じだろうということでリストアップしたりして、スケッチを撮ってみたりして、その中で、あ、これちょっと良さそうだなっていうのが見つかっていったり、そういうプロセスを踏みますが、例えば音列表を使ったりっていうのは、まあ、部分的にはあったり、もちろんその論理的に構成する部分もあるんですけれども、やっぱり歌って作るっていうのがすごく多いんです。なんかそのこれどっちがいいかな、歌ってしっくりくる方を撮ってみたりとか、ここの音の長さどうしようかなっていうのも論理的に考える部分もありますけれども、その歌ってしっくりくる方だったり、和音の作り方もどちらかといったら気持ちいいものだったり、これかっこいいなっていうものがまずあって、それを今度作曲全体にどうやって応用していこうかみたいな、そこで論理みたいなのが出てくると思うんですけども、やっぱりもうちょっと最初はその鼻歌だったり、こう弾いてみて気持ちいいかどうかとか、そこら辺が結構大きかったでしょう。